さあモニターに映ってるのは、ガク、ガクナギヘイバーサス、花火ウサギ。オーダーセレクト。はい、雪乃さんが試合なんなんで変わります。はい、ガク、ガク対誰、誰ガク投げ兵隊、花火、ウサギ、花火さん、カスミ系ダッシュ、ネームレス対クーラーアンディ、カスミ FP の追加出さないで、あー逃げるところで追いかけたくなるところにね、スピン当てみよう、避けてジャンプ攻撃、乗っかりに行く、また前に出たところにレイスピン、ずずしいレイスピンが何回か当たって、あレイスピン本当にずずしい今日パンのガーキャンコール、逃げる逃げる、空中重ねてうまい、攻めたいところにタッチビレイスピンか、ミス待ちでもういけない感じで攻めていくけど、クーラが勝利か、ガーキャンで白山とワンチャンス投げて、ジャック白山当然ダウン回避しなかった、なんでそこでぶっ放さない、前をもらってしまう、だけどクーラーが勝つ、まあ、相手がかすみだから当て身警戒したっていうのもあるのかな、で K 出したいクーラー、また前に出るところにレースピン、すごい噛み合い方、なので突っ込んで中段ガード、コンボはちょっと安い、ガキャンで残り2ドットのところにしっかりアイントリガー差し込む、僕ちゃんって誰で、アンディ対K ダッシュ、ちょっとアンディがきつい組み合わせなんですけど、まあ、ちょっとなんで結局相性竜弾よく見てる、あよくわからない、暴れつぶしから NC 出ない、ジャンプ飛ばし、しかし下段を後転、 C 投げで暴れてめくりに K ダッシュ、もう体力がないところで昇竜弾、ガクが大将のネームレスを引きずり出す、ジャンプ飛ばし、あ暴れつぶしは暴れない、ネームレス2ゲージ証券強パンチ、今度はしっかり証券昇竜弾しっかり追い打ち、打撃投げ、あこれは終わっちゃったわけには、いやあれ減るんだよマジでゲームオーバー、ウサギさんが大将でアンディ、ユリ、カスミ、ガクが変わらずアンディ、クーラ、カスミ、テンポがアンディ、クーラ、あまりキャラさんの話は良くないって聞いたんで、どっち有利とかはあまりないようにしています今度から、あここで BB ブレスが当たる、ノーマルジャンプで突っ込んでレイスピンに足払いしっかり、ここはしっかり読んでいる、背面からガクラチを打つとゲージを貯める、乗っかりに行く、あレイスピンを避けて残影剣、これがよく出ちゃう、これは確定はなんかあると思うんだけどわからなかった、くるっと、おここはしっかりバイス使ったところにしっかり決めて、置き攻めはもう一回打撃投げ、まだ生きてる、強パン暴れにジャンプを通す、中堅のアンディ同キャラ、強パン証券 NC とジャンプ攻撃の差し合いみたいな感じになってます、
で昇竜弾が絡んで三助見的な。おお、今度は打撃投げを警戒してか、ジャンプ攻撃。ウィナーよし。中堅がユリ、ユリアンディで、ゲージがアンディ側に3本、ユリは2本、今ガーキャン1本使っちゃった。画面端よんで、よくうまく逃げて D 一生懸ジャンプとしかぶせてゲージを貯めていく。 D 投げだし一生懸、非常に昇竜弾が今の打ちづらい角度でしたね。もう一回逃げる、ジャックスラッシュ、太陽拳前転でかわして NC 昇拳とガードさせていく。昇竜弾で追撃、あこれはちょっとやりすぎたかな。もう一回ガーキャン、さあユリも全然チャンスがある感じで太陽拳、さあどちらがここで一発決めた方が多分決め手に。ジャクジャクスラッシュガード、昇竜弾で落としてせいせい。おお、なんか最後は強気になぜかゲージラーメン。さあ大将がかすみ、せいせいとまずゲージ貯めて、あ生きるところで、なんとか流しで突っ込む。おお強気、これは最大を取って起き上がります。じゃあなぜか昇竜弾ジャック、はい5番から逆波動拳 NC 差し込む。おーなんか昇竜弾打ちたかったけど出なかったみたいな感じで、下 B のところにジャンプ飛ばし、大将霞同キャラが、あこちらのウサギさんの霞が3ゲージ、対するガクが1ゲージ、これはだいぶ可能性があるが、強パンで暴れて、青い花。さあまだまだ点滅してからが本番と評判の霞さん、ワンチャンス掴んだか、これで点滅してからがやはり本番。さあここからジャンプ飛ばし、やっぱり霞点滅してからが本番です。ゲームオーバー、すごいっすよねこの同キャラ、先に点滅した方が勝つまである、相手にかかるプレッシャーが半端じゃないので。最近てか霞のキャラの読み上げがよく分かんなくなってきて、なんかダッシュコマ投げを止めようとしたコパン先行のコパンに長飛当てみとかなんかそんな読み合いになってきちゃって最近ぐちゃぐちゃですね。なぎへいが両坂崎ラモンかラモンですね。あの裏ロバートの使い手として知られるなぎへいさんが、メキシコに行けなかった男なぎへいがフィーバーメキシコするんでしょうか。え、いやいやラモンの使い手じゃないですよ、裏ロバートの使い手です。なんかいや強気のソバット重ねて暴れつぶしが引っかかってしまう。ここはさすがにもうやなめんなと、そんなキャラで固め上がってと、いやいや BBA アッパーであんな減ってますね。ジャンプ A で突っ込んでもう一回暴れる、一回攻めを途切れさせて遠距離戦、これはちょっと A が出なかった。はい垂直ジャンプ D うまい、はい、ジャンプリー雷陽拳、おーフェイトステップでギリギリかわす。あどん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 きつくなってきたぞ、ラモンにできることが何がある。ソバット、これはしっかりゲージを払ってでも殺す。さあラモン対アンディ、ラモンにゲージがさっきスパキャンしちゃったからないので、なんとかゲージを稼ぎながら、おお噛み合ったが暴れてしまう。足払い差し込んでめくり勝った、はい雪のミカロ社長勝ちで、はい、じゃあ今あの大将戦でなぎへいが今ラモン負けて次両坂崎でうさぎさんがアンディとかすみ残した状態です。はい雪のさん
このままじゃあこの試合だけじゃあで、まあゲージがおおすごい初期ネイズとハナナルト、はい、あーここでああゲなんとかなんとか排水ショーが出ない、あーここで強引に打撃だけで暴れて、ちょっと昇竜弾を警戒してガードしたとかね、逆にたくみたいな感じで突き刺さった激撃で、さあウサギさんが逆に立てにリーチ、さあここで裏ロバートの使い手として評判の投げ兵の裏ロバートが3本ゲージ、さあ追い込んでこれが刺さる昇竜弾使ったところに足払い、まあ、ある意味最強キャラとして評判の裏ロバートが、かすみさん相性はまあそうですね、裏ロバート結構いいんですけど、やっぱ端っこの長期からのサマーが入らないのがちょっとマイナスポイントですかね。ただ中央の発動コンボの3ゲージの威力が半端じゃないので、まあ、かすみさんに火力で張り合える珍しいキャラの一人であります。ガードしてどっちが先に追い込んでいくのか、 AD を避けるサマーで取ってキャラ対策は裏ロバートがバッチリなはずなんですが、かすみの方はロバート対策ができているのか、5番からオヒャナサマーで落とす、1回小足を出さないと取れない、5番から追い込むジャンプ飛ばし逆に立て花火うさぎペアの勝利です。